恐竜来てくれてる。お願いします。頭回転。
まあこの大会で3位以内を勝ち取ってで、まあ、地位決勝に出場するっていうのを、目標に頑張ったんですけど、まあ0-0で PK で負けたというですね、まあ、守備に関してはやっぱりゼロで終われたのがやっぱり成長を感じるんですけど、やっぱりその、まあ、取って勝てなかったというのは、まあ、全て僕の責任ですし、やっぱそのその中には本当に選手たちが 100% で頑張ってくれてるし、自分 のサッカーに対して本当に純粋に向き合ってくれて、で本当に頑張ってくれてたんで、な本当に勝たせてあげられないのがやっぱり本当僕の力不足ですし、やっぱ残念です。やっぱ本当に選手には本当に頑張ってくれたんで、本当に頑張ってくれてありがとうって言いたいです。いや本当に選手たちもやっぱ前向きに頑張ってくれてましたし、やっぱその今回の可能性にかけてで本当にみんな頑張ってやってくれたし、その、まあ、出る選手も出ない選手も本当前向きにチームのためにやってくれてて、いや本当につくづくいいチームだったと思いますし、でやっぱりこの、ね、大事な試合の時に遠い鹿児島まであんなに多くのサポーターが駆けつけてくれて、そのサポーターたちも本当にありがたいと思いますし、本当に感謝しています。本当にいいチームで仕事を、まあ、1シーズンできたことが、いや僕は本当に幸せですし、やっぱその、まあ、このチームに呼んでくれた服部社長に本当に感謝したいですし、本当に選手サポーターに感謝したいです。そうですね、もう本当今シーズン本当に熱くサポートしてくれて、で本当に選手たちも頑張ってくれました。で本当になんか、なんかどっかで、力を抜いて試合したんだったら、なかなかこういうことは言えないんですけど、やっぱり胸張って、福井に帰りたいと思いますし、で、まあ、福井の方たちには、結果が出せなくて本当にすみませんでしたっていう気持ちでいっぱいです。なので、まあ、全ては僕の責任なんで、選手たちには温かい気持ちで、帰った時に迎えてあげてほしいなと思います。まあ、ここまで鹿児島まで来てくれた、ファンサポーターの皆さんもそうですし、この大会を迎えるにあたって、まあ、この今シーズンもそうですけど、支援金スポンサーの皆さんとか地域の方の皆さんにまずは感謝しなきゃいけないという思いと、まあ、それに結果で僕らは恩返しする気持ちでこの前者リーグ挑んできて、まあ、リーグでは結果を出せず悔しい思いをして、この鹿児島の地に、まあ、覚悟と強い信念を持ってきた中で、まあ、やはり今日こうしてそのゲームの中でまずは試合に勝てなかったということは、まあ、1年通して僕も言い続けてきましたけど、やっぱり自分たちの力不足だというふうに素直に思ってますし、やっぱりこういう厳しい戦いで一発勝負の中でよりワンゴール、その貴重さ、大事さというものはこの試合を通して改めて思い知らされましたし、まあ、その中で結果は出せなかったんですけど、まあ、本当にこう試合が終わって今すぐですけど、それでもやっぱりこうやっぱり日々一日一日の積み重ねがやっぱりこういう結果になっていると思うので、うん、まあ、僕はやっぱそこをすごくこう今感じてます。まあ、昨年もチケット終わった後にそういう話をしましたけど、まあ、今年もこういう結果になってしまって改めてまた同じことかもしれないですけど、やっぱその思いがやっぱすごくありますね、と感謝の思いと、はい、まあ、監督藤さんはじめ、コーチの中村さんやそういうスタッフが常に
こう選手のこと第一に考えて、いろんなことをやってきてくれてたのはもう本当肌で感じて毎日感じてたんで、まあそういうチームであったということは皆さんに知ってもらいたいですし、だからこそまあ結果を出して、このチームをより多くの人に知ってもらいたい、昇格して知ってもらいたいという思いでやってきた中で結果が出せなかったというのは、本当に、自分たちの力が本当改めてないなというのは、すごく感じますね。今ももう本当それしかないですね、はい。まあ、でもそれでも、いいチーム、いい選手、本当にいいスタッフの中で一連できたのは良かったと思います、はい。今シーズンも本当に、多くの皆さんに、応援してもらい、支援してもらい、本当に選手というを代表して改めて感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございます。我々はこの電車に来て、結果を残すことができませんでしたが、まあ、これも一つの成長のきっかけだと思ってまたここから成長します。もっと福井の皆さん、たくさんの人に、応援していただけるように、また自分自身を見つめ直して、今後すご生きていきたいと思うので、これからもまた福井ユナイテッドの応援、そして選手の応援、応援よろしくお願いします。本当に1年間ありがとうございました。